久々にね、あの、エラテンカフェみたいなのを開催していて、YouTube でもね、投稿で告知したんだけど、まあ、その当日のね、朝告知して、しかも平日の昼間ということでね、そんなに来ないだろうなと思ったんだけど、まあ、4人かな ?4 人来てくれて、そのうち初見の方がね、2人来てくれて、なんかそのうちの1人がね、FX 破綻者みたいな、<laughs> FX で借金1500万みたいなタイプの人でね、すごい話が面白かったんで、いろいろ聞いてたんですけどね。 その FX、まあ、その人がどうやって FX にハマったかっていうと、なんか大学在学中に FX10 万円かけて600万とかになっちゃったんだって。えー、それでまあすげえハマった。じゃあ元もともと違うか、カジノかなんかで10万円が100万になったみたいな、その経験をすごいあ覚えちゃって、FX を始めて、で、大,大学慶応卒業なんだけど、慶応卒業して、会社に入ったはいいものの、会社に入って1年目かなんかで、FX で20万が600万になったみたいな、そういう経験をしちゃったんだって。 うん、それで、えー、もう一気に FX ハマっちゃって、まあでも勝つことあれば負けることもあるのが FX だから、それで、えー、結局まあトータルでは1500万ぐらい負けて、MAX ではマイナス600万みたいなね。 だからその、それで、もう、金借りてはさ、嘘ついて借りて、え、FX に突っ込んで、みたいなね。え、金、え、なんかもう金なくなって生活費もないから後輩の家に転がり込んで FX に突っ込むみたいなね。そういう感じの破綻した生活を送っているらしく、いたらしくて、エデンでもね、FX 破綻バーみたいな感じでえやってくれてたんだけど、すごい面白かったんだね。 えー、なんかあ、また今度ねあの、エデンでパーテンしてくれるとかっていうことなんで、YouTube もやってるそうなんで、ぜひね、ご覧いただければとか下にリンク貼っておりますのでね、えー、ぜひぜひご覧くださいということでですね。うん、本質、画質ともにですね、ありがとうございます。なぜ借金しても、ね、ギャンブル、エフェクトをやめられるかや。やっぱり依存症なんだよね、基本的にはね。うん、これはすごいね、でもね。 なんか FX ってなんかすごい高尚なことをやってるような感じだけど、ただ超ハンバク爆ーだからね、言ってもね、うん。で、なんか闇金に借りたとかね、ソフト闇金、初利子の思い出とかね、そんな感じの動画を結構やってるんですごい面白かったけどね。大金を動かしてると、すごい、その、日々の生活を こう、大事にするみたいな概念,概念もなくなっていって、そっちが結構ね、響いていくんだけど、やっぱり労働が一番だよ。労働っていうのは元手がいらない、リスクがない、お金がもらえるってね、そういう最高のものだから、プラス健康にもいいし、えー、しかもスキルも身につくというね、いうことで、えーまあ、FX よりも労働が一番いい。労働っていうのが一番こう、なんて言うんでしょうね、えー、最も割の,割のいいギャンブルだということですよね。健康を崩したりするリスクが多少あるけれども、うん ということでみんな労働しようという話に収まるわけでございます。元手がいらないというのは自分の体ですむというのは何より、ね、一番いいことだというふうに思います。仮想通貨なんかに、ね、かまけているけど、やっぱり基本は労働だからね。えー、その多少儲けたからっていって、えー、こう労働をやめてそっちに突っ走るみたいな本当に最悪だからやめられた方がいいと思います。いくら稼いでもやっぱりその引退はするべきじゃないね。基本的にはぶく然だからねで。FX で勝つっていうのはさ、要するにその2つのさ、あの難しい点があって、 Okay、FX ってのは2つのさハードルを超えなきゃいけなくて FX だけで生きていこうと思ったら要するにそれ3億円とか作らなきゃいけないわけじゃんそれで生きていくためにはで3億円を作るっていう難しさがまずある、うん、のとあと3億円を作ってそこでやめるっていうのがすごい難しいんだよね何にしろ3億なり何なりにしろさその FX ってやっぱ一回に動く額がでかいから株とかのさあのー、さ 3%、年利3%とかで満足できなくなっちゃうんだよね。それがだからやっぱり報酬系が狂っちゃうっていうさ、その辺が大変なところで、詐、う、欺、ん、ギャンブル、麻薬なんでもそうだけど、脳が一回回復を覚えてしうと、もう一度元に戻らなくなる。そう。損切りしたり、損切りしたりとか、あるいはその、なんてうんだうな、その、プラスでやめるっていうことが、ね、非常に難しいんだよな。 何をもってそこで止めるのかっていうと、その二つのお、この苦しみを抜けないと、FX で引退っていうのはできないわけだから、素直にね、労働しようっていう話になるわけだよね。うん、あと、負けてても、ね、やっぱり FX 取り,取り戻そうみたいな感じになっちゃうから、それドツボだからね。うん、もうやっぱり、ギャンブル依存症はね、治療して、えー、働くのが一番っていうことになるわけだよね。だからもう月20万とか返済しなきゃいけないってやる気なくなるんだけども、それはもう自己破産するなり、債務整理するなりさせてもらって、えー、それはやってもらうしかないのかなっていう感じですよね。